アフリカオオコのはズクは、蝶フ袋ロ袋花に分類される蝶類の一種。サハラ砂漠以南のアフリカに生息する。全長は19から24センチメートル。英名を、ホワイト、フェイスドスコップスアウルと言われるように、はっきりとした黒い、縁取りのある真っ白い顔が特徴で、ハズミは長く、目は大きく投稿色をしている。性格は、木は、C が臆病。 大変神経質な鳥であるため、飼育下においてストレス死させてしまうケースもある。状況に合わせて、羽を畳んで体を細くする。羽を広げて体を大きく見せるといった行動をとる。体を細くするのは木に擬態して敵に隠れてやり過ごそうとする場合。羽を広げて体を大きく見せる体勢は逃げられない距離で敵に見つかってしまった場合にとるものである。 後者は死を覚悟した最の最後の抵抗とも言える最終手段であり、こうなった個体は相当なストレスを感じているものと考えてよい。脅かすなどして意図的にこの体勢を取らせるべきではない。なお、この体を細くして木に擬態する行動はアフリカオコのハズくに限らず多くのフクロウ類に共通する。フクロウ自体は人になつきにくい鳥だが、 その中では飼い主以外の人にも懐く場合もある、珍しい種類である。細くなった状態でいると動物園の飼育員でも別の動物だと間違われたりもする。ありがとうございます。